カリブ海から来たウトゥークだ。あいよ、皆さん、ジュアンカンです。そして今日はアメリカで留学している日本人とインタビューしたいと思います。ご紹介させてもらっていいですか？はい、皆さん、こんにちは。カズキンです。私は今、アリゾナ州のフェニックスで大学生してるんですけど、ちょうど12月で卒業しました。次は、ロサンゼルスの方で OPT っていう、システムを使って、インターンシップをする予定です。僕自身も今、YouTube チャンネルで日本人の方に、留学をもっと知ってもらいたい。でそういった面から、エンタメだったりとか、いろんな留学のオプションっていうところを知ってほしいので、インタビュー動画だったりとかっていうのを中心に上げていってます。よろしくお願いします。それでは早速始めましょう。アメリカを選んだ理由は、もともと関西外国大学っていうところからアメリカ人の生徒さんが僕の家に来てまして、受験失敗した時にその方からなんで大学に行くんだって止められて、その時の答えが、先生が言うからっていうことやったんですけど、その時にもう一度僕に Why を聞き直した時に、何がしたいのかって考えたんですね。その時に彼がアメリカおいでよって言われて、でアメリカでは専攻が変えれますし、で専攻の数もすごく幅広いんですよね。ってなった時に、まだその当時の僕はしたいことが明確でなかったので、じゃあとりあえずアメリカに行こうみたいな、アメリカンドリームっていう形で、アメリカっていうオプションを知りました。そしてどうやってアメリカの大学に行ったかっていうと、まず僕の場合は NIC というインターナショナルスクールに1年間英語を学びに行きました。その、NIC とつながりの深い、ネバダ大学の方にそのまま、英語の語学学校で行って、そのまま、アメリカのコミュニティカレッジ、そして、4年生大学へと編入しました。そうですね、もう努力ですね。繰り返し繰り返し繰り返しっていうのがすごく大切で、ただその単語を自分で学ぶんじゃなくて、僕が一番おすすめするのは自分の好きなことから入るってことですね。例えば僕の場合はすごくバスケットボールが好きだったので、レブロン・ジェームだったりとかクリス・ボッシュだったりとか、コービー・ブライアントとか好きだったんですけど、インタビューを見てそれを音読したりとかモノマネするっていうことをすごくやってました。あとは好きなね、洋楽とかいっぱいあるんで、YouTube で調べたらね、歌詞がついてくるやつあるんですけど、それをもう大声で歌うわけですよ。そうすると、プロナンシエーションも鍛えれるし、単語も見つかったらこれどういう意味だろうって調べていくんですよね。だから単語がなくても、自分の好きなことから入ってやっていったら、これ何これ何っていうのを聞いていったら、自然に単語力は増えていくと思うんですよ。あとはですね、僕がやっていたのは、日本でね、なかなか外国人の方と会う機会がなかったので、例えばそのミートアップだったりとか、あと大阪駅の周辺で観光案内したりだったりとか、あとはそのハロートークっていう部分がある、あるんですけど、そこで友達作ったりとかして、できるだけですね、自分でアウトプットできるような環境を作ってました。あとはフィリピン留学にも行ったんですけど、そこのフィリピン留学が1対1で、先生と1対1なんですけど、それでもう毎日とりあえずアウトプットですね。なんかインプットっていうかはもうとりあえずアウトプットするみたいな感じで、で話して通じなかったらフィードバックくださいって言って、注意してもらって直していくっていうのを繰り返しやっていって高めていきました。どのくらいかかりましたか？なんか英語を流暢に話せるようになるために。流暢のレベルがどこかわからないんですけど、日常会話だったりとかに困らないレベルは2年かなと思います。2年は最低かかりました。まずトイレのね、下がめちゃくちゃ空いてるんですよね。なんでこんなに空いてるのかなっていう、もう下着が丸見えっていうか、びっくりしたんですけど、その他にも、やっぱりそのアメリカに着いてから、普通に例えば、I like your shoes みたいな感じで喋ってくるんですよね。日本ではやっぱりその知らない人に喋りかけるっていうことに抵抗があるので、基本的には喋らないんですけど、こっち来てからみんな普通にバス乗ったりとかどこしてもめっちゃ喋りかけてくるんですよ。だからそこが僕の最初のマインドセットは、この人たち僕から財布を取ろうとしてるのかなってやったりとか、すごく怖かったんですけど、でも今はそのカルチャーのおかげで、もっと自分の、性格もすごくフレンドリーオープンになりましたし、あとは実際に いろんな人とつながれたりもするので、すごくいいかなと思うんですけど、そこがまずはフレンドリーさっていうところですよね。2つ目なんですけど、やはりガンですね。
これは最初僕が語学学校行った時に、まあ、ハロウィンパーティーに誘われて、横の男の人の足元を見たらジーンズの横にガンが入ってたんですよ。それ偽物のガンですね。本物、本物です。やばい。でやっぱりなんかアメリカって自分で身を守らないといけないので普通なんですよね、ガンを持ってるのが。なので僕それ見た瞬間もう楽しめなくなって、やばい撃ち殺されるみたいな。やっぱり怖かったですか？そうなんですよ、めっちゃ怖くて。別にそこまで疑ってなかったんですけど、やはりその日本でねガンを見るってことがなかったので、そこはねすごく怖いカルチャーショックでしたね。あともう一つは、多分結構皆さんアメリカ人イコールすごく大きい方が多いっていうイメージお持ちだと思うんですけど、でも実際に僕来てみて思うのが、そこまでそのアメリカ人ドーンみたいな人が多くないっていうことですね。あとはそのイメージとして皆さん持たれてるかもしれないんですけど、なんかみんなハンバーガーだけ食べたりとかフライドポテトだけ食べたりとか思ってたんですよ僕は。だけど実際にビーガンの人が多かったりとか、ベジタリアンの人が多かったりとかね、ペスカタリアンの人が多かったりとか、なんかもっと食に関しての多様性っていうところもアメリカはあるなっていうところはすごく思いました。アメリカ人のジョークを理解すること、これが一番難しいです。本当に日本人の僕たちとアメリカ人の笑いについてのやり方が違うし、多分面白いポイントが違うんですよ。結構なんかアメリカの人たちってなんだその F ワードを言ったりとかね、なんだろうな、なんかその日本にはない表現を結構やったりするんですけど、なんかそれが僕からすると何が面白いのってなったりしますし、そこが難しいかなと思います。でちょっと似てるところで言うと、なんだろう、その例えばドラマですよね、オフィスだったりとかフルハウスだったりとか、ハイスクールミュージカルだったりとか、なんかこっちの人はみんなそれを見て育ってきてるから知ってて当たり前みたいなことを結構ね話されるんですけど、僕も学生から入ってたのでよく皆さん話すんですけど、僕全く知らなくてドラマとか全く見なかったので、全然皆さんの日常会話のトピックがついていけない、この2つが一番僕は困難しましたね。僕が一番伝えたいメッセージなんですけど、もう全員です、全員留学行ってください、お願いします。でまあ皆さんね、お金だったりとか英語力ないと事件賢い人しか行けへんとか思われてるかもしれないんですけど、全然行けるとこいっぱいあります。でなんならアメリカのオンラインスクールで0円で行けるとこもあるので、そういった動画も僕上げてるんでぜひ見てみてください。僕は皆さんが一人でも多くの方に絶対行った方がいいです。英語はねオンライン英会話とかで学べるんですけど、やはり留学っていうのは実際その地に行かないとわからないことがいっぱいあるんですよ。僕も差別受けたりだったりとかいじめられたりとかね、いろいろありました。で自分の英語も通じなかったしね、いろいろあったんですけど、そういったものも全て含めて地元でしかできない経験なんですよね。で例えばまあ今の僕のアメリカで言うと、すごくまあグランドキャニオンだったりとかね、壮大な大地、日本にはないものが見れますってことで、やっぱり行ってみないとわからないことたくさんあるんですよ。日本の当たり前が当たり前じゃなくなります。みんなの当たり前が潰されます。でもそれを否定せずに受け入れることで広い感受性がつきます。なので皆さんグローバルリーダーになってください。お願いします。今日のインタビューありがとうございました。そういう内容に興味があったらぜひコメントに教えてください。それではあ、ビエント。